はい、えー、こんばんは島津です。シグナリス続きからやっていきたいと思います。前回ね、イザとかアリアーネ・ヤンとかのね、関係性とか過去が、えー、分かってきたところで終わりました。本日はね、その続きからやっていきたいと思います。で、ね、あの、物資がね、乏しいんですよね。ガチでどうしようか悩んでんだけど。 早くニトロエクスプレス弾とかグレランも使わしてほしいですよね。<laughs> じゃないと持たない。で、ここいるんだよ。うん、一体、一体起き上がってんのあ。でも気づいてない。よし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 。いいぞ。まあそっちはね、今んとこ、大体探ったんで、次はこっち見ていきます。えっとね、こっちのね、ここ。そう、火がね、吹いてんだけど、バルブあるんで、はい。 オッケー。先に行けます。これさ、ちょっと待って。あ、ダメなんだ。うん、敵を誘って。あ、まあ、ここ敵出ないっぽいね。うん。それならよかった。あーゴミ。青のディスク。青のディスク。来た。OK。リボルバーなんか、弾がすごい増えてきたね。うん。バンバン使っていくのかもしれない。ここなんだ。 アセトン <laughs> ちょっと待って。もうパンパンよ。もうパンパン。ちょっと待とうか。いける開かない。こっちは、いける。えなにこれはだよね。肉引き機。ここを通れば安全に下の階に行ける。降りますかいや、待って待って待って。えー、っと、整理しましょうか。 さらに下があるっぽいね。なるほど。青のディスク、預けて、ね、降りましょうか。え、マッチゃアセトン取って、アセトンを取りまして、まだね、下の方行ってなかったわ。下もチェックしよう。その後で、 あそこから地下に降りましょうか。はい、じゃあ次は下チェック。下にもね、何体書いたよね。うーん。おおいけた。ここどこだえ、アイテムは特にない。ああ、コード入れろ。あいざの、うん、いざの家だ。伊藤家。伊藤家がここにあると。 ただ伊藤家の番号はわからんかな現状ここはまあえー保留にしましていけるかなこれちょっと待って奥2か所か待ってこれはね寄せます寄せますいや待って奥奥もいた奥も打ったけどいけるかええたオッケーオッケーええたたたた こああ、ここ伊藤書店伊藤書店死ぬあやば巻き込みたい巻き込みたい巻きこ巻き込みたい痛い死ぬ死ぬ死ぬ巻き込みたかったけど巻き込めんかったうわ死ぬ足早いんだってお前 オッケーオッケー分かった分かった分かった。ったオッケー下はまあ、伊藤家のお店と家がありました。それぐらい。うん。じゃあもう降りましょうか。死ね、死ね。大丈夫。大丈夫。いや、マジで武器、もう迷いまくり武器を使うかどうか。本当に。降りましょう。はい。歯歯ですかねえ、などうした え、今のやんだよね。あ、音楽が流れてる。今のやんなはず。白髪だから。あ、よかったよかったあ。回復薬めっちゃあるんだけど。え、つまり、気ぃつけてねって言ってますね。おお、めっちゃあるめっちゃある。あ、これ何なんだ肌肌肌。肌肌 だからさっきの血は口から流れてた血は歯抜いたんだどういった意味で抜いたのかは知らんけどうん帝国の封鎖作戦で数百万人がしもキいテジの古豪船通過が続く中またしてもビネタ行きの配給輸送が帝国軍によって妨害されたこれにより数百万の老いざん国民が さらに1ヶ月上に耐えることを余儀なくされる。キ、えーテジ、軌道上の帝国軍ミサイルフリーゲート艦が人道支援物資を積んでビネタに向かっていた輸送船に深刻な損傷を与えたことで帝国との外交交渉は再び暗章に乗り上げた。帝国もね、戦力を落とそうとね、容赦がないですね。えー、ビネタ。 ロートフロント及びハイマート間の自由航行は今後さらに8シーズンにわたりキーテージ軌道でブロックされるそのためビネタに、えー、駐留している解放軍は最小限の支援しか得られ,得られず荒廃した海の惑星で足止めされたままとなる輸送船団は帝国の封鎖作戦に屈することなく今後も派遣される ビネタの廃墟を復興できるかどうかは我々の忍耐にかかってる。キーテジって何だっけキーテジって。キーテジが何なのかはわかんないね。ここだね、ビネタ。うん。地表がね、水に覆われてる、都あの、星っぽいんだけど、このせいで作物をね、育てるエリアが少なくなってんでしょうね。だから、支援。 ですかね、食料支援が必要なんだけどまあそれを防がれてしまったから深刻な、うん、飢餓の状況が続いてるっぽいねああ来た 8mm この枠の制限ガチエグいよね本当にクリスかって言いたくなるよね培養のクリスもコリブリかうわいく えっと、ぶり倒すにはまず周りの敵を倒さんといけんからそうだねネっぐちょっとこれに変えて待ってどんな感じあ立てもちバチバチ踏んでオッケーオッケーえライトに切り替えてあっまってこれ以上、これ以上近づくとまずいんだよね 早く痛い待て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 ,待て,待て,待て危ない危ないクソクソバーやろうはあ死ぬ、まあ、このための回復役だったっぽいねでえーとこっから情報戦うんどっちだちゃ,ちゃんとね番号見ないと侵食されるいやマジこれああスタンバトンあった ちょっと待って、一旦変えて。早く来い番号。231。171だっけはい。回数。オッケー。やれた。これ一体のコリブリが出してたみたいですね。数的に2体ぐらいいるかと思ったけど。何この黒いシミ怖いんだけど。ね。開かない。鍵が必要。ここが、そうだよね。写真だよね。おそらく。テラスって書いてあるから。うんあ もうフォトって書いてあるわ。ちっちゃく。はあもう。<laughs> えーっと、場所的にはこんな感じ。オッケーオッケー。まあ、写真、写真ね、ここ。えぇ、ー、あ、待って。さすがにすぐは起き上がんねえでしょ。いや、もう <laughs>。パン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 よ。えっと、ここは 電子電子って書いてある。あーよかったセーブポイント。あー、オッケー。でかい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 。でかい,でかい一気に回収していこう。えー、病室の鍵。病室なんてあんのかここ。ふぅ。えー、っと、上。上行けるあ、開いた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 。おー、やった。これはありがたい。こっから登るんだ。うん。上の階には。 ただまぁ現状は、まだかな。調べてないとこがある。そうだね。調べてないとこもあるし、アイテムをね、とりあえずがっつり回収したい。ここはいけないか。いけんかったね。よし、木を引き締めて置く。結構おる。結構おるから。いや、こいつはかわそうか。待って。こいつはかわ、ああ、いいや。まとめよう。 あ、やばい、死ぬ死ぬあ,あいつは倒したがいいえー、ロックもういないよねこれ以上いないあ開いたなんじゃこりゃなんじゃこりゃなんじゃこりゃマトリマトリんマトリックス型コードスキャナーわからんてわからんてまたなんか変なとこ来たねあく おうあ、こっちからも登れるあ、ここに来ると。おー、わかった。え、じゃああっちは何なのちょっと待って、アイテムあったアイテムはないか。ちょっとあっちの階段登ろうか。どこに行くか。チェックしたい。おっあ、かっこいいね。リロード。回復。 さあ、こっちの階段はあはしごはほうほうおー普通におるえー、なんか出てきた開くんだおーめっちゃ待て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 て狂ってるって待てああ あのね、コリぶりがね邪魔でね照準が合わせられんでも行くしかないよねはいちょっと待って o k ケー。はいはいいたはいあ誰が出ていいって言った誰が出ていいって言ったおら復活しちゃったよ 死ぬマジ死ぬはい OK <laughs> また出ちゃったあ <laughs> もう死んどいてえ125125マジこりぶりや介かいに開発者ちゃ人ねえぐいて <laughs> えぐいことしてくれるってえ125やばいこれダメージ受けてるまさか返してダメージ与えて1回出て えー、はい次はえ7878くらい !78 じゃオッケースーパエリアの制限もするしそうだよね視界の妨害もしてくるっていうのが厄介だよね回復 <laughs> このチビスすけめえ、ね、ア相手もないの待ってここは見ておこう再統一 機動防衛ビネタ第212二二砲兵中隊はブーヤンとキーテジへの十字砲火準備完了人民陸軍砲兵師団キーテジがあれか帝国が持ってんのか今うんだから今攻撃準備って書いてあったんだでそのキーテジのね帝国の 領内に入ったから帝国軍のミサイルフリーゲート艦が配給輸送船を襲ったと。そういうことか。結構もうバラバラだからね。情報がね、なかなか <laughs> 統制が難しいですよね。うん。ほぉー。またなんか、オッケー、開いた。うん。 テルミット一1本1本は勘弁してよ10本ぐらいくれよそろそろえっ、ー、と蝶分からんよえっ、ー、とパレイドリア1をこれああ目持ってきてねーわ <laughs> えわああこの金庫はえエルスターエルスターで開く L スターじゃ開かないえー、何入ってんだろうグレポン入ってそうはい集まってるけどいけるいやいやいやまだいるあやばい開かない開,か開いたあ赤いフロッピーディスク発見の前に、えー、ショットガンかあ十10本4発ありがたいけど パンパンないよ、パンパン。これは ?8 ミリ。きた。いや、これはね、あの、補充できる。うん。OK。ありがてえ。<laughs> ありがてえけど。うーん、取るか。赤いディスク。いや、修復パッチを2枚取って、ペッペッと貼って消費。で、ふぅ。 いいアイテム取っとこうかこっちは開かない開かないでもここは開くオッケーあいたはよはよせんか <laughs> あーここにくんのね置きますね置きましたねここかわせんかんな 合わせるあ、いけるわ。いけたいけたいけた。ルートあった。よかったよかった。で、ここ来る。なんかもうめちゃくちゃだな。<laughs> めちゃくちゃだな。どこがどうだったかよくわかんない。とりあえず、あの鍵、鍵をここで使うんじゃないなんだっけ、病院の鍵っぽいやつ。あ、通れるここ。ありがて。OK。 たぶん調べるとなんか細かく書いてあるんじゃないあ、書いてる。05125室。病室。つまり、さっきんとこ。うん。開けます。開きました。入ります。入りました。えー、っと。なんじゃ。なんじゃこりゃ。うん。 そうだ、ね、書く星のキーワードがあここに置くんかカードをそうすることによって何か出るんだえっと夢って書いてあった第六夜帝国の農民になった夢を見たキーテジの赤い砂漠で恋人を抱きしめたら嵐に襲われて跡形もなくなるまで砂にすりつぶされた第十三夜蓮の 採,石採掘場の労働者だった私は、形の定まらない肉塊に襲われ、私の肉はたくさんの人の肉と混ざり合い、骨しか残らなかった。私の精神は肉の集団と混ざり合い、死んでからも残り続けた。第十六夜、空では嵐が荒れ狂い。私はビネタの高層ビルの残骸から えー、墜落。けれど、下にある海には届かず、ずっと落ち続けている。突如として、建物に雷が落ちて、私は目覚めた。第十八夜、私はロートフロントの氷の下にある、えー、日光のささない海に、えー、浮かび、眼下の闇の中で大きな生き物が動くのを見た。暗い月の核の中で、 第19夜、ブーヤンの雲の上に燃え盛る瞳を見た。宙に浮かぶ公共を歩いていると、太陽のような虹彩に見つめられ、私の肉体は灰になった。まあ、この夢の内容がここを、ここと関係してるよっていうことを表してるんだと思います。で、まあ、ここはこんだけ。うん。 まだあのカードを手に入れてないんで <laughs> えまた探索しんどいなおなんだおっ落ちた下に降りれましたあーダストシュートをうまく使って降りるっていうのも手段だったみたい ああ、これはね、これ分かった、ディスク。どこか。あの、ここだよ。今下のパソコン。挿す場所があったんですよね。ほら。A と B って。だからここで、待ってね。患者用、B だ、これ B。これが A。えー、っと、データ保存用。はい。 おう、出てきた。なんかたくさん。これに情報が入ってんだ。なんだこれ。あーあーわかんない、わかんないよ。これ、これ,これはわからん。まだ。トランスミット、かささぎあ、カササギでちょっと待って。使い方が載ってんだよ、これ。電力、配給の都合上。 グリッド上で同時に稼働できるアンテナの数が限られています。どのアンテナ、どのアンテナが稼働中か確かめるにはアンテナプログラムにある三角測量を行う必要があります。まず、両方のディッシュでテストシグナルが聞こえるアンテナを記録してください。次に、伝送プログラムで アンテナ番号を入力し放送したいサウンドファイルを選択してください。これでかささぎの音楽を出すんだよね。で、ファイルはこれ。うん。ここで流せと。125。125。はい。 オッケーで多分ね、あー、ちっちゃくなっていく。ちっちゃくなった。きた。これじゃねえかいや、まだだ。待ってね。ちっちゃくなるから、ここだ。こっちはこれでいい。で、次はこっち。えー、210。 来た多分ねあっちっちゃくなるねつまり43番この三角測量のソフトとあとまあ自分のこの無線をね、うん、無線で聞こえてきた音をね照らし合わせた結果43番のアンテナが今稼働していることが分かりましたえつまり43番を選択してかささぎを押すと ほら。ファイルをアンテナに送信しました。これはさ、もうかささぎのファイルが受信されてんのかねどうなってんだえ、次は BB。はい。なんか一つ出てきましたね。これは メディバンク。はいはいはい。患者データ。あ、エリカいるわ。エリカと、うーんと、イザがいないね。うん。これ、亡くなったっぽいね。この人。うん。で、えー、っと、エリカは、バグってるわ。えー、職業は大学生。うん。捻挫<座>。うん。活発、活発に、 スポーツを楽しんでいるただ怪我をしただけっぽい。イゾルでいと、誰え、いざじゃん。えっと、いざは偽名だったってことになるよね。イゾルでが本名っぽい。で、こっちはね、イゾルでは、あの、重傷ですね。なんか事故に遭ったね、これ。 うん、職業はショップ店員なんだけど、劣傷とか。事故に遭いやすく定期的に軽度損傷を治療。えそんな頻繁に事故に遭ってんだ。え自殺しようとしてるとかそういった感じですかね。どうなんだろう。まあ、でも結構でかい。うん、お <laughs> いいね、このアイコン。OK。えっ、ー、と、全部ダウンロードしたから。 あ、アリアネアンあるわ、みんな。あ、あった、アリアネアン。通信士官。うん、だって。不眠症、打撲症、早産による、毛髪色、えー、あ、毛髪色素欠乏症。だから、うん、そうだね。髪が白いんだ。あとは、バグって見れないニコライクエン。 何名かはね、映って見えますね。あれみんなこれあれっぽいぞ。ここの患者の人格からレプリカ作られてる可能性ある。見て。ロズビータフォンかな。この顔。コリブリやん。頭のね、額のマークとか。こっから撮ってるよ、人格絶対。えーと、だったらこれは誰かね。ウルリーケコウ。 これはね、ちょっとわかんないなこいつはね、わかる。ニコライ・グエン。どことなくアドラーに似てますよね。まあ、だよ。絶対。職業見てライターって書いてある。字を書く仕事ですよね、これ。で、アドラーが、精神を落ち着かせるには日記を書く。うん。っていうことを、 するのを推奨するって書いてあったから、多分、それ、それな気がする。まあ、まだね、確証は、完璧な確証はないけど、可能性は出てきたよね。とんでもねえもん見つけてしまった。とりあえず、フクロウの金庫。フクロウあれなんだったっけまあいいや。えー、っと、まあ鳥のね、金庫開けに行きましょう。 あここ開けたいな開ける開けようか倒して2体いるんでおおまずまずまず危ない危ないちょっと待ってここはもノ,ッノックバックオッケーノックバックさして危ない んんで。でああ。また変なとこだ変なとこでやっちゃったまあいいやこれなんだ石岩ロートフロントの多くのセクターにパレイドリアに関する風変わりな民間伝承的思想が伝わっているパレイドリアとはインクのシみが顔に見えたり土汚れが文字に見えたりといったように 無意味な模様に何かしら意味のある形,形を近くする傾向を指す。赤岩と呼ばれるものがロートフロントの巨大ガス惑星の大気圏内で発生する高気圧の嵐であることはよく知られている。だがロートフロントの初期入植者にとってこの自然現象は苦難と 生き様の象徴となった。空に浮かぶ赤い点は常に監視の目を光らせるプロテクターとハイマーと中央政府の厳しい締め付けを示す暗湯となった。今日に至るまで瞬きもせず自分たちの一挙手一投足を監視する。 目のイメージはこの星の住民に深く響くのだ。シーズンの終わりに開かれる門トフェストの期間中は成人した市民が赤い塗料に、えー、浸したレーションマルクを学生に渡すことがある。革命で命を落とした人々を象徴するために赤い塗料が使われている。というのが公式の説明だが、 赤いコインは不気味なほどあの石岩に似ているこれもパレードリアなのだろうか石岩にされたレーションマルクを受け取った時はアセトンかそれに似た溶解剤で塗料を落とさなければならない塗料にまみれたコイ,ンをコインを支払いに使ったり誰かにあげたりすると不運が もたららされれると考えられていほう取れないの取れないんだ。レーションルく。アセトンはあるかんね。うん。全然あの、いいんですけど。一応開けておこう。はい。あやべえ復活した。場所が悪かった。で、まあ、ここは開けたから、まあ、行く,くことはね、できますね。 で上来てあらもうあらもうクソあここだったみんなえっ、ー、とじゃあえー、待ってねはい来るあくあいた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 ラッキー 店舗の鍵。店舗の鍵と、お <laughs> これ取り込んと意見か。これは、ヤン写真展だって。ヤンのお母さんが写真展を営んでて、伊藤家が書店をね、営んでたみたい。なるほど。じゃあ、えっ、ー、と、写真展開けようか。写真展どこだよ。 三階か。下の階。で、ヤンのとこに行く際はこれだよね。これも持っていかんと。うん、タンクも。なんて書いてある後ろは。なんて書いてあるかわかんないね。上じゃないよね。違う違う違う。ここだ。やっぱ。うん、だからこっちのここ。 うんよし。開け5万。敵なし。敵なし。え武器あり。待って。えー、あいいね。はいはい。はいはいはい。ゲット。これは現像液現像液ゲット。これはおー、来た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 。アリアーネヤンじゃない方の写真。人民陸軍、ビネタ。 第五歩兵師団。第十二分隊。アンナ・ホワン。アリーナ・ソーリリス・伊藤おっと、伊藤って、待って待って、待って。伊藤って三姉妹っぽいな、これ。伊藤家ヘレーナ・ウォン。エリス・ウン。ノート・ブルカ・パク。ビルギット・福山。レベッカ・リアン。 これがこの文体だったみたい。ちょっと待って。あ、やっぱだ。あの、医療記録の方に載ってる子も入ってる、入ってます。うん。この一番下のレベッカ・リアンって子はいた。で、左側の女の子、いたよね。医療記録のとこに。確かね、生物学者だった気がする。職業。いや、まじ、まじちょっと。えー、開かねえの どこで現像するんだこれあ組み合わせろってことスピード現像可能な液体が入ってるつまりこうでこうだ来たうん現像タンクに入っていた写真 QR コードうん写真にはデジタルドットで構成された何らかのマトリックス型のカードオッコード OKOKOK、OK OK OK、わかった分かった分かった分かった,かったここ ここに読ませるはい開いたなんだあれあれはい太陽でこれは正体がばれた間違いない写真展で働いている白髪の少女は生体共鳴者だ注意しろこれ以上の危険を冒すほど給料はもらってない 明日初の船で聞いて行くお前もここを出たいならセクター N のドックで落ち合おう太陽アリアーニアンが生体共鳴者ってことなんだけどえテレパシストってことコリブリもね生体共鳴の能力持ってましたよねつまりまあ天然のうんテレパシストってことっぽいねこれは めちゃんこう謎が深まりすぎてもうわけわかんないぞえーっとカード絵画の中にありましたよねであれは油絵だと思うから溶剤だえー、っとねこれかアセトンうんほら塗料などを溶解で除去できるつまり油絵も除去してカードをゲットしろと多分そう言ってる 気がします、OK、ここでえっ、ー、とアセトンほらねオッケーゲット恋人うんゲットしましたえー、これでタロットはちょっと待ってタロットは全部で、ね えー、3枚かタロット5枚ですよねあとなんだよあとどこにあるんだよあとはあれだよ金庫に1つはあるのはわかるわかりますうんそれ以外がわかんないチャンネル登録コメント高評価していただけると励みになりますご視聴ありがとうございました